でございます。さすみちゃん、夜中だけど風呂入ろうかと思っていると、この頃はい、皆さん、まあ僕アプリ結構使うんですけど、アプリ使っていますでしょうか。まあそういうのもね、今日はね、僕のおすすめアプリではないけど、まあ紹介したいものがあって、今のね、100円ジュースなんですよ。100円ジュースって、まあ当然ですけど、100円払わなきゃじゃないですか。これ、僕、無料なんですよ。金払ってない。窃盗でもしたんか、お前盗みでもしたんかって思うじゃないですか。これ実際のところ盗みやってません。盗みしてなくて。あるかもです。まあ盗みはしてなくて、ポイントサイトって言ってますでしょうか。ポイントサイトさ、唐突な導入ね、うん。ポイントサイトを皆さん知ってやってますか。で、自分が100円クーポンを使ってこれ買いましたっていう、ただこういう動画なんですけど、ポイントサイトってやっぱ大変なんですよね。まあ言っても請求だったり。請求で高額なものをやられるんじゃないかとかあると思うんですけど、まあ、で請求なんですけど、まず言っておきたいのが、請求メインではない。まあ、ポイントサイトで歩くだけっていうアンケートとか、まあ、ポイント使わなきゃあれなんですけど、要は言葉がまとまらなくてなんですけど、まあ例えば高額報酬をもらわなくても、まあ本気よく歩いてればポイントが貯まるという、まあ、ポイントアプリがありまして、まあ、そこを紹介していきたいと思うんですけど、皆さんはねどうでしょうか。ポイントサイトっていうとやっぱ怪しいんじゃないのと思うんじゃないですか、思うんじゃないですかってね。まあ実際のところ、まあ怪しいサイト結構出てきます。で、まずそこで言いたいところがあって、まず一つ目がちょっとね、ちゃんとポイントが付与される期間を見ることに、ポイントが何で付与されるか、まあ少額でいくと、そこのサイトに行ったら飛んだだけで、まあ、ポイントもらえるとかもあるので、まあどういう意図で付与されるのかっていうのがあって、まあ契約っていう文言のものはあるんですけど、まあその後無料期間の契約で何ポイントっていうのがあるんですけど、まあ、その無料期間の最中にキャンセル入れてポイントだけもらうっていうことも可能なので、まあただ同じそのポイントをとかは、まあ、できないので、何回もできないので、使い回しはできないんですけど、実際、ポイントすごい高いので、ね、まあ、ぜひ、ね、使うべきだとは思うんですね。まあ、というわけで、ポイントサイトを経由した、そうですね、ポイントサイトを経由した、飲みたいんだけど、まあ、そういうわけなんですが、やばくね。働きよってな、もはや働きよってな、この辺に置いてくる。あ、ちょっとねえ、今のやばばばなのわー、すごいびっくり。さあ、部屋汚いのがバレるからね、あんま鏡が青くしたくないんだよね。うまい。
マジ神、神、うん、神。になりたいもんだ。うん。女子かよってね。うまいわ。うまい。めちゃくちゃうまい。うまいっすね。俺のいいところって、まあ、500ml なんですよ。で、500あるのにもかかわらず、なんと、100円なんですよね。まあ、そこらの炭酸よりもコスパがいい。コスパっていうか、量があって、安いってのが魅力ですよね。まあ、それだったら、スーパー行けよって話ありますけど、現金持ってたらスーパーの方がお得ですけど、実際、引換券が、まあ、それなので、それを買ったんですけど、そうですね。ちなみに注意点なのが、100円の引換券で現金の送りは返ってこないので、ここら辺の注意書きをよく見て使うんですね。ちょうどなんで、100円で100円なんで、ちょうどなんで、すごい。長くの。